ギタープラネットの翔子です。ギタープラネットの柳津です。今夜比較してみましたのコーナー、イエーイというわけでですね、今日は皆様にすごくお問い合わせいただく NOS とレリックの違いについてご紹介をしたいと思います。早速なんですけど、柳津さん、 NOS って何の略か知ってますか？はい、NOS はニューオールドストックですかね。さすがですねまあ、この直訳すると新古品っていう意味なんですけど、はい、まあ、1950年代60年代の古いギターをタイムマシンに乗って持ってきちゃいましたよっていうのが NOS コンセプトで、レリックっていうのはいつ頃から作られてるかご存知ですか？いや、そんな細かくは分かんないですね。レリックは1995年のウィンターナムショーで発表になったんですけど、はい、当時ショーケースの中にマリー系スタイルのブロンドのストラトキャスターと、はい、ブラックガードのテレキャスターが並んでて、ディーラーたちはわあ、これはすごいヴィンテージだなとなるわけですよ。まあそうですよね、はい、でフェンダーセールスマンが近寄ってきて、あ、こちら何本注文しますか聞くわけですよ、はい、当時傷のついたギターが新品で流通するって発想がないので、そうですよね。レリックのギターを見てアメリカのディーラーたちはみんなすっかりヴィンテージだと思って、はい、あ、こういうの発売するんだっていうのが95年の話。当時は 50s スタイルのストラトと 60s スタイルのストラト、あとブラックガードのテレの3機種しかラインナップがなくて、あ、そうなんですね。ちなみに NOS は65年スタイルのトランジションロゴのものしかなかったんですよ。そもそもの始まりはスティングとか、はい、キース・リチャーズさんのようなボロボロのギターを使ってらっしゃるアーティストの方がワールドツアーで使う影武者的な、実際のヴィンテージを持ち出すのは盗難の危険があるので、はといってピカピカのギターを今更持てない古いギターの印象が強い方に、はい、ヴィンテージの代わりとしてご提案したのがこのレリックの始まりだと言われてます。ちなみに NOS とレリックの間にもクローゼットクラシックっていうのもありますよね。はい、クローゼットクラシックっていうのはクローゼットにしまってあった古いギター、なので未使用状態のまま時間だけ経ってしまったっていうのがクローゼットクラシック、まあ、略して CC のコンセプトで、このタイムマシンで持ってきた新品と未使用状態の CC と使い込まれたレリックっていうのがタイムマシンのラインナップでしたね。現在となってはレリックの定義もすごく幅広くなってまして、こちらのようなヘビーレリックや軽めのエイジング仕上げのジャーニーレリック、クローゼットクラシックの中にもデラックスクローゼットクラシックっていうちょっとツヤのあるひびの入った仕上げも登場してます。NOS とレリックってそんなに大きく違いますかね？いや、これがですね、はい、まあ、見た目だけでしょってよくおっしゃられるんですけど、うん、結構違うんですよ。本当ですか？なので今日はこの NOS とレリックのギターをご用意しました。ちなみにこの2つはピックアップとか仕様って全部同じですか？いや、一緒なんですよ。あ、本当ですか？サラブバリローズウッド指板にアルダーボディ、はい、ピックアップはテキサススペシャルのギターをご用意してます。じゃあ柳津さんに音出しお願いします。はい、まずは NOS からですね。続いてじゃあレリックお願いします。はい、
全然違う全然違いますよね。違いましたね。どうでした、聞いてみて。いやー、こんなに違うと思わなかったです、正直。普段そのご案内してて、はい、音出しする時に僕自身すごく感じるんですけど、はい、お客様が弾いてらっしゃって、柳井さんが今弾いてくださって、やっぱり聞いてても全然違うなって思います ね。 そうですね。で、まあきっと皆様もリリックモデルが明らかに音太いなって感じだと思うんですけど、でも音太いっていうとなんかちょっとひいきっぽいんで、はい、音丸いですよね。丸かったです。で、反対に NOS ってクリアで、はい、例えばハーフトーンの時の抜けというか、はいはい、やっぱりこう新品っぽい若いフレッシュな感じがある NOS は結構好きだなと思ってて、反対にフロントとかリアのパンチというか、あ、はい、こう芯がゴンってくる感じはすごく古いギターの特徴を捉えてるんじゃないかなって思ってます。なんか私そのレリックされたギターめちゃくちゃ好きなんですけど、はい、かっこいいなって、純粋に見た目がかっこいいなって思うんですけれども、弾いてうわ音いいって思うじゃないですか。でも対して NOS って今までそんなに弾く機会なかったんですけれども、生音とかアンプで通した時の音と か、 なんかワクワクするようなはいはいはい、はい、そういうのがあっていいなって思いました。伸びしろしかないですか。伸びしろしかないです、うん、その自分がこのギター一本買って育てていくぞっていう意味ではやっぱりいいのかなって思いました、うんうん、実は NOS ってタイムマシンシリーズのカタログだと今作られてないんですよ、はい、そうなんですか。カタログモデルではラインナップがないので、はい、受注生産扱いで、実際こちらのシェラモノも僕たちのショップ別注の品なんですけど、はい、今後も僕たちのショップオーダーモデルで入荷していく予定ございますので、カスタムショップの在庫状況は当店ギタープラネットのホームページをチェックしてください。弾いてみてその違いがあるっていうのは分かったんですけど、じゃあなんでこんなに違いが出るのかっていうの聞いてもいいですか。いや、これがですね、はい、ピックアップ同じだったじゃないですか。同じですよ。で、仕様も一緒なんですけど、そうですね、この傷がついてるってこと以外にも、はい、例えばこの塗装トップコートの厚みが違ってて、えこの NOS って当然ですけど、はい、そのツヤを出すことが目標じゃないですか。そうですね、ツヤを出すことを目的にしてるので、はい、トップコートの厚みがないとツヤ出せないんですよ。研磨してツヤを出していく過程で、もしトップコート剥がれちゃったら、はい、やり直しになりますよね。あ、そうですね。で、反対レリックって剥がすことが目標なので、はい、この2つの間にはトップコートを塗る回数の違いっていうのがあるんです。なるほど。厳密に何回っていうのは社外費で僕も教えてもらってないんですけど、はい、以前塗装のデパートメントに行った時にリリックと NOS ってなんか塗装の方式違うのって聞いたら、トップコート塗る回数違うんだよって教えてもらいました。他にも扱って感じるのは、ネックバックの塗装剥がしてると音ってウッディな感じになるなって感じますね。はいはいはい。ここのネックの後ろまで剥がしてる剥がしてないかっていうのは意外と音色に影響してるように感じます。なんか個人的に結構手汗かくので、ツヤがあるよりかはこういうサラサラしてた方が好きなんですけれども、うんうん、でもそういう良さもあるんですね。はい。で、ボディのレリックも、はい、僕はあんまり感じないんですけど、はい、ラルクのケンさんは以前インタビューで、はい、このボディのどこの塗装を剥がすとどういう音域が変化して、それをそのギターテックの方とこうだねって言いながら剥がしたんですよみたいなことをおっしゃってて、まあ、そこまでのレベルに行くときっと違いを感じるんだと思いますそうですね、変態チェックですねそのリアクションあってください最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。